さあ続きをやっていきますか。サブを消化しようかな。いっぱいあるな、めっちゃあるなこれ。せめてもの例にまず読もうからいこう。これ傾向だろ、リオ。ヨモさんから声をかけてくるなんて。今時間はあるか。はい、はい。ケンが世話になったようだな。ケン、ああ金木さんのこと。金木さんに会っていたのはアンティークの人たちには黙っていたのに、どうしてヨモさんを知ってるんだろう。イトリだろうな。どこにでも目はあるもんだ。そうですか。きっとケンはお前に感謝しているだろう。だから俺からも礼を言っておく。感謝か。僕はどれほど金木さんの力に慣れているのかわからないけど、むしろ僕の方こそ金木さんに命を救われて、まだその恩を返しきれてないのに。せめてもの礼だ。お前に稽古をつけてやる。はい、はい、お願いします。ヨモの稽古が一番ためになってるような気がするな。錦織、今日は全力で行く。はい、胸をお借りします。よし、かかってこい。全力か。全力怖、全力って怖ないか。攻撃力上昇、これを攻撃力上昇回にして、防御力上昇はないのかな。まだこれつけてえな。いやでもダメだ、防御力上昇は結構助ける。防御力上昇って一番最初からさついてるから、攻撃あの九死からの渇望こうはなんだろう、そのね最初の方は全然機能しないからさ。勝つ時っていうのは体力そんな削られないしね、だいたい回復しまくってほぼ HP 満タンで勝つみたいな。OK、 あーまあ勝てるかな。あれ俺さっき間違ってた、リン。うわ次よ。リン、リウリン。ブレイクしたっけ今。あやっべ強っ。次の攻撃に備えて。え、ブレイクできなかったのか。ちょっと待ってやばいんやけど。まだ終わりじゃない。次の攻撃に備えて。やっべ。やば、あぶな。めっちゃ耐えとるわ今の。あぶね。危ない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 。ちょ、この戦いめっちゃギリギリじゃないか。さっき危なかった、九死からの渇望棒を入れてなかったらやられてたな。あれ 20% 切ってからだいぶ耐えたぞ、さっき入れといてよかったわ。すごいな。思った通りだな。いや、お前の伸びしろは俺の予想以上だ。よかった、ヨモさんが認めてくれたなら僕も自分に自信が持てる。お前の本気十分見せてもらった。今日はこのくらいで引き上げよう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。リオ、これから時間はあるか。いえ、これといって特に。これから何かあるのかな。少しヨモさんが嬉しそうな表情している気がする。そうか、そうか、ならついてこい。俺を倒した褒美をやろう。倒したん、うわ、なんだこのショット。どうだ味の方は。これ完全にサムネ行きですわ。どうだ味の方は。この味どこかで。そうか、このコーヒー、店長が入れるコーヒーと全く同じ味なんだ。美味しいですとても。それにしてもヨモさん、コーヒー入れるの得意だったんですね。少し驚きです。ああ昔アンテイクで手伝いをしていた時があった。それで時々こうしてカウンターを使わせてもらってる。なるほど、ヨモさんも僕みたいに店長から教えてもらっていた時期があったのか。だいぶ外も暗くなってきたな。片付けるぞ。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。イケメンだなヨモ。おい、使ったカップを片付け店の戸締まりを終えると、ヨモさんはいつも以上に真剣な表情で口を開いた。俺もお前もグールとして生まれた以上、戦いからは避けられない。それが俺たちグールの本能だ。それに加えて CCG という明確な敵もいるからな。
ただ食らうために戦うやつもいれば、何かを守るために戦うやつもいる。快楽のために殺し合うやつもいれば、復讐のために殺し合うやつもいる。リオ、お前にも戦う理由があるんだろう。はい、はい、そうなら戦え。お前はその戦いに勝ち抜くだけの強さを持っている。迷うな。ただもし今のお前が誰かへの復讐のために戦っているなら、怒りの感情は捨て去れ。怒りは戦うための判断を鈍らせる。怒りの感情を捨て去る。そうだ、怒りに支配された心では普段勝てる相手にすら勝てなくなる。強敵を相手にするならなおさらだ。でも僕にそんなことができるだろうか。木島を前にして僕は怒りや憎悪を抜きに戦うことができるんだろうか。わからない。期待しているぞ。ありがとうございました。攻撃力弱体化、10秒間敵の攻撃力ショーダウンか。これショーってことは大とかもあんのかな。さて、これはクリアだね。塾生の頃、築山さんに誘われた。あんまり信用したくないがどうしようか。これ倒さなきゃな。ルチ倒せるようになるのかな。あれ、金庫忘れられてるって書いてるけど大丈夫か。出た、稽古しようぜ。まあしゃあねえな、やってやるわ。リオ、こんにちは。あ、これ見てないわ。これいやいや、別に一大事起こったってわけでもねえんだ。まあ探してたっつうか、お前に会えたらいいなって思ったぐらいなんだけどよ。なんだその乙女みたいな言い方は。ほんとこれギャルゲーだな。なあ、そのよかったら俺に稽古をつけてくれねえか。稽古それって戦闘の？頼む、この通りだ。俺最近自分の力不足は身に染みてんだよ。俺さ、体はでかいけど正直喧嘩得意じゃねえ。それはリオだってわかるだろう。それはまあ何度も戦ってるし、得意じゃない、強くはないっていうのはわかるけど、万丈さんは優しいっていうのが一番足を引っ張ってんじゃないかな。金木に面倒をかけずに強くなりてんだ。だからだよ、頼む。まあ守ろうとしている相手に鍛えてもらってるっていうのもね。わかりました。おお、本当か。じゃあ早速よろしく頼むぜ。まあ勝てるっしょ。舐めてかかってるっていうね。まあ勝てるっしょ。いくぜ。あ、やべ、しくった。ううにするか。どう切り抜けりゃいいんだ。この一撃に全てを。リン、ビー、ウーで一回貯めて、ここでストック。回復しよう。どうしよう。ううにしてスキルを使おう。いくぞ。この一撃に全てを。リン、あー、しくった。いけ。この一撃に全てを。リン、ビー、ウー、リン。まだ回復しなくてもいけるけど、一回使っとこう。ううでこの一撃に全てを。よーし、勝ったかな。よし、エースですね。はあはあ、やっぱお前強いわ。万丈さんが弱。まあ言わないでおこう。でも少しだけコツが飲み込めた気がするぜ。稽古つけてありがとうよ。まあ少しでも役に立ったならよかった。時間を取らせて悪かったな。暇があったらまた付き合ってくれよ。それじゃあまたな。ちょっとやりすぎたかな。まああの人だってグールだし、すぐに回復するだろう。不滅の盾、万丈から得したスキル、10秒間自身の防御。うわー、これはすごいいいぞ。多分だけど。まあでもつけるなら覚えないといけないんだよね、ピースを。結局はどうしようかな。本屋さんに行きたいです。これやったよね多分。こんにちは。あ、やってないわ。お兄ちゃん、こんにちは。こんにちは。うん、こんにちは。元気にしてるみたいで何より。とはいえ、こんな女の子は一人で歩くのは心配だけど、ね、今日は誰かと一緒じゃないの。金木お兄ちゃんたち、なんだか忙しいみたいで、最近ひなみと遊んでくれないの。俺が遊んでやるよ。金木さんたちもいつもひなみちゃんの相手ばかりしてはいられないか。まあそれは僕も一緒だけど、孤独という意味では僕とひなみちゃんは似ているのかな。そうだな。でもどうしてあげたらいいんだろう。
どこか遊びに行こうか。え、本当？一緒に遊んでくれるの？やっぱり寂しい思いをしているんだな。うん、どこか行きたいところはある。あのね、ひなみ、本が好きなの。だから大きな本屋さんに行きたい。本屋、そんな場所でいいのか。わかった、じゃあ付き合うよ。岡崎ビル、本当に大きいね。だろ。あの、入ってもいい？もちろん。おお、いいね。これもサムネ行きかな。どうしよう、こっちかな。あ、でもね、ひなみにもここじゃないけど大きい本屋さんに行ったことあるんだよ。ひなみかわいい。そうなんだ、欲しい本があったの。うん、あのね、サイン会だったの。最後だったけど間に合ったの。それはラッキーだったね。誰のサイン会？高月千。随分まあ大人っぽい趣味だ。あのね、金木のお兄ちゃんが好きなの。ひなみに読んでくれたんだ。それでひなみを読むようになったの。僕も黒いヤギだっけ、一冊読んだよ。面白かった。ああ楽しかった。お兄ちゃんごめんね、お金を使わせちゃって、うん、いいよ、気にしないで。バイバイ。ひなみ、そろそろ帰らなくちゃ。それじゃあお兄ちゃん、今日は本当にありがとう。じゃあね。うん、気をつけて帰ってね。大人になったら体で返すのぜ。ああダメだダメだ。彼女がもし人間だったら誰かに両親を奪われることもなかっただろうに。もし金木さんたちが死んだら、ひなみちゃんはまた一人になっちゃうのかな。ひなみちゃんのためにも金木さんには死んでほしくないな。癒しの笑み。うわ強っ。なんかすげえ強えさ、スキル手に入るようになってきたんだが。 30% 回復か。アキラ行きますか。今日は付き合え。おっと、出てきたか。どこに隠れようかな。てか二択だけど。あ、スルーしてくれた。あれ、あそこにいるのは。そういえばこの間はアキラさんから花をもらったんだよな。やっぱり礼を言っておくべきかな。でも相手は捜査官だし。おや、君は確か先日の。こんにちは。こんにちは。こんにちは。また会うとは奇遇だな。今日は学校の時間ではないのか。あ、いえ、僕学校には行ってないんです。そうか、まだ若いのに君はもう社会人なのだな。感心だ。そうか、アキラさんは僕に母親がいないことを知っているんだっけ。その若さで母を亡くし、そして今は家庭を支える身か。苦労しているな。あの僕、これ以上身の上を詮索されたらまずいよな。早く切り上げないと。見たところ君は仕事中にも見えないが、もし時間があるなら少し付き合わないか。え、私はちょうど夜勤明けでね、どっかで食事をとってから帰ろうと思っていたのだ。迷惑でなければ君にも食事ぐらいご馳走しよう。どうだ。え、食事？断りたいけど下手に断ってグールと疑われるのは避けたい。どうしよう。いい、マジか。どうしようどうしようどうしよう。いやー、行くべきなのかこれ。ご馳走になります。いいですか、ご馳走になります。で、こんな感じでいいのかな。いい返事だ。若いんだから遠慮することはないぞ。もちろん本当なら遠慮したいところだけどね。大丈夫か。この近くに私の知ってる店がある。串カツがうまいし酒もあるぞ。おっと、君は未成年だったか。そんなことを言いながらアキラさんは僕を先導して歩いていく。はい、楽しみです。おう、威圧する眼光極み、極みだって。体力 15%、 20秒間敵の攻撃力、防御力。これは微小か、微小か。なるほど、これならひなみの回復 30% の方がいいのかな。お、これは今回はサムネになりそうな絵面がいっぱいですね。2時間後。あの大丈夫ですか。アキラエロい。来寮夫なのら、私は酔ってなどいにゃい。どう考えても酔っている口調なんだけど。アキラさんは食事中にお酒を一杯だけ口にして、その一杯だけですっかり泥酔してしまっていた。お前は本当に感心な少年なのら。そして酔った勢いなのか何のか、二次会の会話中しきりに僕のことを褒めてくれた。あ、二次会じゃない、2時間か。私はお前を応援しているぞ少年よ。以前は君って言っていたのにお前呼ばわりになっている。いや別にいいけど。少年、肩を貸せ。少し歩きたい気分なのら。私のマンションまで送るのら。捜査官の自宅まで行くのか。まいったな。まあでも素性を探られなくて済んだのは良かった。一時はどうなることかと思ったけど、とりあえずこのままアキラさんを無事にアキラさんをマンションまで送れば、少年、親はなくても子は育つという言葉があるなら落ち込むことはないぞ。わかりましたから、もうちょっとちゃんと歩いて。うむ、
私のマンションは目の前ら、この腹は歩き、普通に読んでいいかな。そうですか、それではこれでよかった。僕の素性を知られることなく別れる。少年、強く生きろよ、強く生きろよ。か、皮肉なものだな。僕はグールが強くなければアキラさんにとっては面倒なことに、なるだけなのに。いや違うな、アキラさんが言う強くなれは戦闘とか肉体のことじゃない。孤独に押しつぶされるなってことだろう。マドアキラさん、グール捜査官の中にもいい人はいるんだな。だからこそ僕はもう彼女と会うわけにはいかない。さよならアキラさん。うん、アンテイク、まあこれは見たよね。おーっとお前またか。でまあこの下りは見たよね。見てないのかな。カウンターの中にはトーカさんもいる。このお前この時間チフト入ってないだろ。何の用だよ。こいつ時々こうやってフラッと店に帰ってくんの。ホームシックなの。ちょっと出てただけでホームシックって。僕はどれだけ寂しがり屋なんだ。まあたびたび店に顔を出しているのは事実なので否定はできない。まあ何でもいいや、せっかく来たなら手伝っていけよ。錦さんは突然僕に手伝いを命じてきた。どうせ暇なんだろう。今ちょうど掃除を始めようとしてたんだけどよ。ほら俺忙しいから。忙しいからと言っている割にはどっかりとカウンター席に座ってる。ちょっとクソ錦、勝手なこと言うんじゃねえよ。大体何を偉そうに命令してんの。あ、偉そうも何も、今店長は出かけてるし駒さんたちもいねえだろうが、つまり代理で俺がここのトップだ。そう言って胸を張る錦さん。だがトーカさんはカウンターを叩きながら錦さんに食ってかかった。は、何言ってんの。それを言うならアンテイクに来たのは私の方が早い。店員としては私の方が先輩。は、何言ってくれてんだてめえ。年齢で言ったら俺が目上だろうか。年がどうだろうが店員としてはあんたは新人。錦さんとトーカさんは僕のことなど放ったまま口論を始めてしまった。はあ、また始まっちゃったよ。ん、そしてため息をつきながら外を見ると道を行く人たちがチラチラと店内に視線を送ってきていた。声は聞こえないまでも口論しているというのはわかるだろう。人々は笑ったり顔をしかめたりしながら錦さんとトーカさんを見ている。参ったな、このままじゃお店に迷惑がかかってしまう。さてどうしたものか。力ずくで2人を止める、ね、2人とも喧嘩はやめてください。あ、なんだリオ、お前年上なめてんのか。今の話の流れのせいか錦さんはやたらと年齢にこだわっている。2人ともってどういうこと。やばい、悪者になっちゃう。僕の静止は気に入れなかったのか、トーカさんまでも鋭い目でこちらを睨んでいる。とにかく納得いかないのなら僕は相手になります。そう叫ぶと両手を広げて二人の前に立った。とは言っても本当に店内で暴れるつもりはないけれど、あくまでハッタリだ。ここまで言えば二人も頭を冷やしてくれるだろう。そんなことを考えながら二人の表情を盗みすると、ほう、お前いつの間にか随分偉そうなことを言うようになったじゃねえか。え、お前あれだろ、俺のこと舐めてんだろ。怖くねえとか貧弱とか。錦さんは自分の言葉で勝手に怒りを増幅させていく。よくわからないけど錦さんのコンプレックスを刺激してしまったのかもしれない。あの、トーカさん。トーカさんに助けを求めるが、彼女もまた相変わらず鋭い目で僕を睨んでいた。あんた私たち二人を相手にするって、へえ、いい度胸だ、度胸じゃん。え、いや、それは僕の覚悟を示したというか、嘘というか。こいつ一番の新顔のくせに生意気だぜ。おい、トーカ、こいつの足を持て。俺は腕を決める。任せておいて。え、何を。うわ、ギャー。錦さんとトーカさん二人がかりで僕を押さえつけ、好き勝手に関節技をかけ始めた。いたたた、ちょ、折れる折れる。どうだ、ギブアップか。あ、まだ降参しないなんて意外に根性あるじゃん。違う、僕の顔や腕は錦さんに抑え込まれていて、参ったを口にすることも床を叩いて降参することもできない。当然両方の、両足の方もトーカさんにがっちりと固められ逃げることもできなかった。ちこいつ結構頑張るじゃねえか。ならこれでどうだ。確かこういう技をテレビで見たことあるんだけど、試してみようと。くまずいって、いくらグルでも本当に限界。謝ることさら許されぬまま僕はしばらく関節技の実験台にされ続けた。そして結局2人に降参した僕は新入りの義務としてなぜか掃除を任されることになったのであった。確率上昇リン、あー、これは使えるな。この単発リンだけっていうのは結構使えそうだな。あれ、ここは何だろう。10分ほど後、僕は掃除のついでに食器棚の整理をしていたところ、見られないカップを発見した。随分長い間使用されていないように見えるが、手入れはしっかりされていて傷どころか埃一つついていない。
なんだろう、随分大切にされているようだけど。妙にそのカップのことが気になったので、トウカさんと錦さんにも見せてみた。だが二人とも首をひねるだけで何も知らないようだった。店で出してるカップとは違うな。それに店長が自分で使ってるのを見たことねえぞ。これあれでしょ、アンティークってやつ。高価なものってことかな。なるほど。だとしたら下手に手を触れない方がいいな。そう考えて戸棚をそっと閉じようとした。その時、おやリオ君、来てたのかい。でも今はアルバイトの時間じゃないだろう。あ、やべ。錦さんが僕たちの気持ちを代弁するかのようにつぶやいた。別に僕たちはやましいことをしていたわけではない。だけど今のこの姿はまるで店長が不在の間に秘密を探ろうとしていたようにも見える。おギャルゲ。おや、店長も僕たちが何をしていたのか分かったらしく、少しだけ眉を吊り上げた。すみません。あ、すみません。ほとんど反射的に謝ってしまう僕だが、店長は微笑しながら首を振った。今首じゃなくて体振ったなこいつ。何を謝ることがあるんだい、リョウ君。時間外なのに片付けをしてくれていたんだろう。え、あ、はい、そうなんですよ。こいつがどうしても俺たちを手伝いたいって関心なやつですよね。錦さんも話を合わせて愛想笑いを作る。言っていることは事実と異なるが、それは置いていこう。あの店長、このカップって大切なものなんですか。もしかしてすっごく高価なアンティークとか。と店長が怒っていないことを察したトウカさんが率直な疑問を口にした。母、そんなのじゃないよ。店長はトウカさんの言葉をやんわりと否定するが、そのカップがどんな品なのかは説明してくれなかった。教えてくれないということはやっぱり秘密にしておきたいことがあるのかな。ふーん、なるほどな。僕は首をひねっていると、錦さんが顎のあたりをさすりながらつぶやいた。なるほどなって何よ。錦、あんた何か分かったの。ふふん、当たり前だろ。あ、つってもこれはお前らみたいなお子ちゃまには理解できねえかもな。僕たちを見下したように笑う錦さん。わかんないから聞いてるんでしょ。もったいつけないで教えなさいよ。教えてやるよ。あれはな、店長の昔の女が使っていたカップだ。間違いねえ。お、女？つまり彼女ってこと？おうよ、きっとあれは店長にとって忘れられない女が使っていたカップに違いねえ。男ってのはそういう思い出の品を残したがるものなんだよ。よくわからないけどそういうものなの。トウカさんが話を振ってくるが、そんなことは僕にもわからない。そもそも僕は恋をしたことがない。少なくとも僕の記憶がない。その記憶がない。そんな僕に恋愛の機微を聞かれても理解できるはずがなかった。でも錦さんには彼女がいるらしいし、その人が言うなら間違いないのかな。恋愛を知らない僕にしてみれば、彼女がいるというその事実だけで錦さんの言葉に妙な重みを感じてしまう。まあ、あんたが言うのならそうかもしれないわね。それはトウカさんも同じなようで、珍しく素直に錦さんの言葉を聞いている。トウカさんってあまり男心には詳しくないのかな。そもそも好きな人とかっているんだろうか。ふふん、まあお前らには恋愛話はまだ早かったかな。こういうのは店長や俺みたいな大人向けの話だ。得意げな顔で僕たちを見下ろす錦。錦さんが、そんな錦さん、に対し店長が遠くから声をかけてきた。錦くん、言っておくけど、そのカップに君が言うようなエピソードはないからね。え、マジっすか。うん、うん、だからそんな話は広めないでね。マジか。駒さんやエモさんたちにも教えてやろうと思ったのによ。なんだ残念。っていうか錦、あんたの予想違ってたじゃん。人のことを子供だなんだの言っておいてさ、あんたこそ何をドラマみたいな安い妄想してんの。安いとはなんだ。美しい物語だっただろうが、老い先短い老人が若き日の思い出を抱いてだな。錦くん、私はそんなに先が短そうに見えるかい。あ、いや、すいません、違います。そういう意味じゃ。売り言葉に買い言葉で店長にまで暴言を吐いてしまう錦さん。この人って本当に言葉遣いが悪いよな。こら、クソ錦、あんた店長になんて口を聞くのよ。この恩知らず。うるせえ、そういう意味じゃねえ。今のはただ俺の中に生まれた物語の話をしていただけだ。何が物語だ、バーカ。あんたそれでも本当に大学生？うるせえ、文学は俺の専門外なんだよ。すでに二人の話題は錦さんが生み出したストーリーのクオリティ評価へと移っていた。やれやれ、あのカップの話はどっかに行っちゃったな。でもまあこれでよかったのかも。あのカップが何だったのかは気になる。
だけど店長は話したくないようだし、むしろ話題が変わってよかったのかもしれない。そんなことを考えながら口論を続けるトウカさんとニシキさんを見る。するといつの間にか店長も僕の横に並んで二人を見ていた。トウカちゃんたちはいつも喧嘩しているね。やめましょうか、止めましょうか。いや、いいんだ、二人とも本当にいがみ合っているわけじゃないしね。言われてみればそうか。二人とも口は悪いが、口論の後でもしばらくするとケロッとしている。互いに本気で相手を憎んでいるわけじゃないのは明らかだ。それにたまにはこれくらいにぎやかなのもいいのさ、いいものさ。店長は優しい目をしながらトウカさんとニシキさん、そして僕を見回した。僕に両親の記憶はないけど、父親が子供を見るときにはこんな表情を浮かべるのではないか、そんな風に思える優しい目だった。君たちを見ているといつの日かあのカップを使える日も来るような気がするよ。カップを使える日？その言葉の意味は分からなかった。だけどその一言だけであのカップが店長にとって大切なものだということは理解できた。だったらお前も何か仮説を立ててみろよ。男もいねえお前に俺よりマシな話を考えられんのか。お、男？そんなの関係ないでしょ。アホか、セクハラ認識。かわいい。ふふ、その若さというのは素晴らしいね。トウカさんと認識さんのにぎやかなやりとりが響く中、店長は嬉しそうに目を細めながら戸棚の中のカップを見つめていた。長かったな、このくだり。というわけで、このパートはここまでですね。また次回実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。